じさん一体何して、うぅ、円満解決、エンマちゃん。今日のバイトも大変だった。そんなレイジさんにいい仕事を持ってきましたよ。なんと5分で50万円。怪しすぎる。どうせ5分寝てる間に臓器が売られるとかの怪しいバイトだろ。あ、いえいえ、それが真っ当なお仕事なんですって。なんでも来週開催されるダンスのステージで参加ペアが怪我をして代役が必要なんだそうです。それを私たちが完璧に踊ることで50万円の報酬が。断る。どうしてですか。逆にどうしてできると思ったんだ。お前ダンスの経験あるのか。ないですけど。なら無理だ無理。そんな仕事断ってこい。そんな、せっかく練習するための道具も取り寄せたんですよ。この2つの腕輪はタコ座として有名な神様の道具、ディオスクロイのバングルです。これが。はい、これは2人の感覚を共有するもので、身につければ大して練習しなくても息が合ったダンスを踊れるはずです。まあレイジさんにその気がないなら返しておきますけど。ああ、それつけないでくださいね。2つ装着したら1週間ぐらい外せなくなるらしいんで。言うのが遅い。つけちゃったんですか。ああ、本当に外れねえ。なんだこの道具。元は拷問器具なので、これはおとなしく諦めてダンスの練習をするしかありませんね。頑張りましょうレイジさん、目指せ50万。マジかよ。リンクする感覚。翌朝。トイレトイレ。はぁ、あ、間に合った。うわぁ、今の感覚はまさかおねしょ。こんなのがレイジさんにバレたら。あれ、布団が濡れてない。はぁ、あ、どうした、エマ、朝からそんな大声出して。もしかして今のはレイジさんのトイレの感覚が伝わってきただけ。お、トイレがなんだって。朝から勝手にトイレ行かないでください。理不尽。しかし感覚が共有されると大変だな。エマのせいでいい迷惑だよ。腕輪をつけたのはレイジさんじゃないですか。それにいいことだってありますよ。ほら、こうしてご飯を食べてたら2倍美味しいじゃないですか。確かに2人分の感覚はあるが、うん、このたくあん腐ってるぞ。本当です。まずさが伝わってきます。確かに美味しさは2倍だけど、まずさまで2倍じゃな。早く口ゆすいできてくださいレイジさん。さあダンスレッスン開始ですよ。マジでやんのか。ほらレイジさん、背筋伸ばして。なんでそんな乗り気なんだ。今胸触りませんでした。違う、今のはお前が俺の胸を触ったんだ。あ、また触った。いや今のも、あれ、いやどっちだ。レイジさんの変態。誤解だ。えい、こんなんできるか。本番どうするんですか。どっちにしろバイトの時間だ、行ってくる。ダンスの方が割がいいのに。レイジさんのためにダンスの要点をまとめておきますか。後でレイジさんが泣いて感謝する姿が目に浮かびますね。体が熱い。それになんだか気持ちいい。レイジさん一体何して。うん、この感覚まさか。レイジさんお風呂に入ってる。ただいま。レイジさん、バイト行くとか言っといてサボってましたよね。感覚が伝わってくるから全部バレバレですよ。違うって。今日はたまたま早く終わって現場監督に温泉に連れてってもらったんだよ。しかもおごってもらっちゃって。それはそれでずるいです。私はダンスのことで大変だったのに。そんなのしょうがないだろ。それにダンスだってお前が撒いた種じゃないか。自業自得だ。もうレイジさんなんて知りません。ふん。あ、このノートは。次の日。ふう、そろそろ昼か。うっ、エマのやつ朝からずっとダンスの練習してるな。俺まで足が痛い。昨日のノートといい、あいつ本気で頑張ってるのか。監督、俺実は午後から用事があって。レイジさんの筋肉痛が。レイジさんいつもこんなにバイト頑張ってるんですね。そんなことも考えずにダンスの仕事なんて持ってきちゃって。エマ。レイジさん、バイトしてたんじゃ。朝からお前のダンス練習の感覚が伝わってきて仕事にならねえんだよ。根詰めすぎだっつーの。ほら、湿布買ってきてやったぞ。レイジさん、レイジさんこそお昼ご飯も食べてないじゃないですか。さっきからお腹空いてる感覚が伝わってきて不快なんですけど。それは急いできたからで。とりあえずご飯でも食べますか。そうだな。あー腹減った。知ってます。さあ午後からはダンス練習ですよ。ビシバシ指導しますからね。しょうがねえな、お前も本気みたいだし。ちょっとは俺も頑張るか。呼吸を揃えて。1週間後。
レイジさん、準備は万端ですか？あー、しいて、こりゃ踊れないな。はいはい、面白くない冗談はやめてください。ちゃんとレイジさんの感覚は伝わってきてますからね。あと少しで本番です。頑張りましょう。エマ、心臓が痛いから落ち着け。そんなこと言われても緊張するんですよ。じゃあ終わったら温泉に連れてってやるよ。この前バイトの現場監督におごってもらったとこ。レイジさんのおごりですか？ダンスの報酬から割り勘だ。ほら、話して少しは緊張解けただろ。時間だ、行くぞ。はい。そろそろ出番だ。行きますよ。3、2、1、ゴー。右、右、左。違う、右だった。危ねえ、間違えるところだった。でも足が勝手に動いてくれた。俺の分までエマが練習してたから、その感覚を体が覚えてたんだ。サンキューエマ。右、左、ターン。レイジさんも動きに迷いがない。これならきっといける。うわっ、しまった、バランスが。このままじゃ倒れる。させるか。おお、レイジさんが支えてくれた。ナイスアドリブです。何かあったら任せろ。お前は好き勝手やれ。何かあったら任せますよ。私がリードします。とにかく全力で踊り切ってみせます。おい、やったぞエマ、俺たち踊り切った。当然ですよ、何せ私は天才ですから。よく言うよ、心臓バクバクで今にも泣き出しそうなくせに。勝手に人の感覚を読み取らないでください。セクハラですよ。今さら何言ってんだか。感覚の共有がなくなったら。ふぅ、やっぱここはいい温泉だな。あれ、エマ先に出てたのか。いえ、今ちょうど出ましたよ。ほぼ同時でしたね。ならよかった。あ、帰る前についでに腹減ったから飯食ってかないか。私も言おうと思ってたところでした。今食べたいのはうどんですね。真似するなよ。真似じゃないです。たくさんのファンアートありがとな。ファンアートは引き続きツイッターで絶賛募集中です。紹介してもよければハッシュタグエマエマ ED をつけて投稿してくれ。みんないっぱい書いてくださいね。大サービスでモデル料はいりませんから。必死か。私たちを助けると思って。チャンネル登録をどうかお願いします。レイジさんを助けられ